全力。お父さん、お元気ですか？私はとっても元気です。だって、毎日大好きな歌と踊りのレッスンしてるんだもん。私が芸能界を選んだ時は心配かけちゃったけど、今、私は毎日がとても楽しいです。きっとデビューして、テレビやステージで大活躍します。その時は、あれがうちの娘だってみんなに自慢してね。きっと大人気アイドルになりますから。芸能界が甘いものじゃないって私も知ってるつもり。でも夢を追う大切さを教えてくれたのはお父さんだよ。だから私、夢が叶うように一生懸命頑張ります。いつまでも元気でいて、私のことずっとずっと応援してね。約束だよ、大好きなお父さん。あなたの娘より、かしこ。また落ちちゃったんですか？またって言わないでよ、キューブ。いえ、お嬢様の魅力を理解しない先方がおかしいんですよ。でもね、今度はきっと大丈夫よ。ほら、テレビのオーディション番組、あれに応募したのよ。あの番組にですか？結構無理難題言われるんですよね。心配だな。大丈夫。どんなにプロデューサーの目が節穴でも、テレビに出てしまえば視聴者が味方になるわ。いつもある程度のところまでは行くんですもの。視聴者投票のある最終選考まで行けばこっちのものよ。うまくいくといいですね。ご主人様と一緒に応援してますから。ご主人様、お嬢様の出てらっしゃる番組が始まりますよ。あ、出てきましたよ。今度のお衣装もとっても可愛らしいですね。今度のシングルで通算15枚目だそうですよ。今度の曲もいいですね。これでまた連続初登場1位記録をきっと更新しますよ。でも最近お忙しいのか、めっきりご連絡がなくなりましたよね。ちょっと寂しいですか？そうですよね。こうやって元気で頑張ってる姿が見られるんですから十分ですよね。あ、トークがあるようですね。お嬢様に聞かれるようですよ。このシングルで一つの節目となりますが、記念に何かなさりたいことはありますか？はい、ここまで支えてくれた家族に思いっきり孝行がしたいです。お父さん、この番組見てる？今度久々にオフもらえるから一緒に旅行に行こうね。土産話もいっぱいあるから楽しみにしててね。